だからよ、2017年の1月27日第69回目ですね。リューティーの FM ギノワンデーラジオ、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい、その1です。はい、イエーイ、始まりました。まず初めての方々もねいらっしゃると思いますので、紹介をよろしくお願いします。はい、私たちはさ、すごいよ。沖縄に来たら会いたいミュージシャンナンバーワン。お、今日違う感じだね。今日かっこいい、かっこいい感じだね。ということで、ギターと三振の音楽ユニットです。グループの名前はさ、琉球テイストを省略してリューティーと申します。 RYUTY でリューティーね。ほんで CM ソングを作ったり生演奏をしたりと音楽に関わる仕事をしております。パーソナリティはリューティーのギター担当の日賀聡。そして身長142センチ小さいけど、おとなだよ。知念出身のてるきなたけみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいね、今日 FM ギノワンの窓の外にはギャラリーの方がたくさんいらっしゃってて、ね、ありがとうございます。朝から本当に朝からっていうか昨日から一緒にいるからねそうですよね、昨日しつこいよね、しつこい、 いやしつこくないわ、ありがたいわ昨日も夜遅かったはずなので朝からね、ありがとうございます。大阪から、うん、大阪のおっさん、志郎さん、はい、兵庫県から小さいけどおじいさん、はい、東京から世田谷のコーラゼロさん、今のところ3名いらっしゃいます大丈夫ですか、眠くないですか。みんなおじさんたちがね見守ってくれてる、はい、さあさあ、そんなギノワン市、今日はね FM ギノワンスタジオから見える景色はまあ少し曇ってるのかな。でもひがちゃん、水平線さ、はっきり出てるよね、うん、なんかお昼ぐらいから晴れそうな予感がする。この天気はちょっと天気見てみる、うん、あー見てみて、気温とかも出てるのかな。あ、ひがちゃん今日のさ、うん、天気晴れだ。あ、晴れですか。うん、あ、じゃあ雲は後から晴れてくるんだろうね。うん、気温は、気温は17度。あ、今のとこ17度で3時とか12時になったらさ20度っていう予想が出てる。20度まで上がる本当怖いね。ツイキャスに北海道の方いますけど、北海道は一体何度って聞きたいよね。何度ですか、教えて教えてね。え、後で教えてください、沖縄は20度です怖い、もうやがて春だよいやそうだね。そういえば沖縄桜咲いてるよ。あ、本当、桜見に行った、行ってない、まだ見てない。あ、マジで名護の方かな。今だったらもう北部に行かんとダメかも。あ、じゃあもう咲いてるんだ。うん、咲き始めてる。沖縄の桜は北部から南部に降りてくるからね。なんかね、不思議ですよね。ね、うん、何なんだろうね。なんか桜前線が下がっていくよね、南に。ね、ね変なの。普通は南から上がっていくような気はするけど。するけどね、うん、まあ皆さんは桜見ましたか。自分まだ見てない。たけちゃんは見たの。自分見た。あ、ほんと。あ、じゃあ北部に行ったんだ。北部にこの間行ってから、うん、でもさ、今年遅い気がする。今って南部咲きぐらいなんですか。一応表示としてはさ、五分咲きって書いてあったけど。五分、八重だけはよ。まあ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 咲いてるね。だけどパッと見た感じ、自分これまだ4部3部じゃないかな。もっと咲ける君たちはって思ったいやもっと咲けるよ、あったかくなればねあいつらはそれは咲けるのよできる子たちなのよ、ね、ただ寒いのよ。まだ寒いのかな、うんうん、そろそろ咲くかも、バーって。あー、そうなんだね、うん、じゃあそれも楽しみにね、うん、あ、春を待ちましょうか。はい、さあ、じゃあ番組を進めていこうと思います。行こう。この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、そしていいことはみんなで喜び、明日を快適にします。すごい効果音だね今日ね。すごいね今日。さあ、ラジオへ参加する方法は3つ。メール、ツイキャス、そしてファックス、FM ギノワンで検索してみてください。ユーストリームやサイマルラジオ、そしてリスラジでも配信中ですので、全国から、そして全世界から参加できます。それでは
10時台皆様へ募集しているコーナーを発表してください。はい、なんかリューティーがすごいたくさんいるみたいな今日のコーナー3つ発表します。はい、まず1つ目、アバサーバルーン。アバサーバルーン、このコーナーでは今週面白くなかったことを1行で募集しております。なるほど、うん、そして2つ目、2つ目、メールボックス。メールボックス、今日のテーマは何だったっけな、この間自分が丸々でえ、あ、リアルだったね今の、忘れてる顔ね。あなたの丸々で、あなたの丸々でです。なんかないですか、例えば今日は筋トレデーとか。うん、あるね。ね、今日は美容デーとか。うん、あるだろうね、いろいろあると思うんで、ぜひ。なんか女性いっぱいあるんじゃない、ネイルをしようとか。あ、いいね、今日は髪切りに行こうとか。あ、いいね、うん、いや、あ、いいねじゃなくて、あるんじゃないのって話よあ、いいね、おばさんかはい、ということで皆さんの〇〇デーについてお待ちしております。はい、そして3つ目、3つ目、うさうさバースデー。うさうさ、今週誕生日のあなた、そして大切な方へのメッセージもお待ちしております。はい、以上この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思いますので、はさ、はじかさーしないで、恥かさんしないでご参加くださいよ。はい、それでは懸命にですね、コーナー名、そして本文にはリューティーネームを必ず書いて、メールやファックスを送ってください。メールは簡単、 FM ギノワンのホームページより番組表をポチッとクリックすると、うん、もうそこからね、すぐにね、メール出せるようになってますので、よろしくお願いします。そしてファックスでも受け付けてます。ファックス番号は098-943-0094です。わー、うん、ひがちゃん、ツイキャスに早速北海道の気温来ました。あ、何度？めっちゃあったかいよ。あったかいんだ。4度ですって。あおー、すごい、何度ぐらい、16度ぐらい差があるのウケるね。それあったかいって言わないんですよねえ、まあ、こんな感じでいきましょうか、はい、うん、皆さんの地域はどんな感じ、桜はどんな感じ、聞かせてください。はい、この番組は愛媛から青函職人の村上工業、そしてオーライ120% ナルシストが焼くぜ、目玉焼きの入ったたい焼き、沖縄コナモンの提供でお送りいたします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、マーチョイビンドー。はい、さあ、じゃあ一曲流してからどんどんコーナー進めていきましょうか。いい子、行きましょう。本日の一曲目は、うん、久しぶりだね。はい、唯一ひがちゃんが歌ってる曲。そう、今日自分にとってあの〇〇デーがあるので、へえ、1曲目これがいいんじゃないって、あのたくさんの方に言われたので、ね、そうなんだ、じゃあ行こう。1曲目はリューティーの曲で、あなたの星空私の星空です。逆だね、私の星空あなたの星空だったね、自分が間違ってた。めっちゃ拍手が起こってる私の星空あなたの星空、じゃあなんで私がこんな言ったかって言ったら、ひがちゃんがそう書いてあったからよ。そうそうそう自分が書いてたんだけどあの今曲名こっちに出てるんですよ、逆だと思って、あなたの曲を間違えるっていう、うん、まあこんなもんですよ、リューティー。なんかね、どっちでもいいのよ、うん、どっちもいいよ、うん、なんでもいいよ。じゃあ行きます、はい、リューティーの曲で私の星空あなたの星空。私のこのわがままを
だかんだ受け止めてくれた。そういうことにもいつしか慣れて、ありがとうも言えなくなって、涙がこぼれるような悔しい夜には、今でも少し、今だから少し、あなたに会いたくなるよ。本日の1曲目はリューティーの曲で、私の星空あなたの星空をお届けしています。はい、ひがちゃん、はいはい、今日のアバサーバルーン、うん、めっちゃいっぱいあるわけ。あ、もうやっていい？行きましょう。みんな溜まってるやつさ、今週行きましょう。それではリバーブお願いします。はい、今日のアバサーバルーン。このコーナーでは皆さんの今週溜まった面白くないことを捨てていこうっていうコーナーです。はい、これひがちゃんが読んでるんですけど、めっちゃ熱いよ、大丈夫？あ、すごい。どんどん行きましょうか。どんどん捨てましょうか。行きますよ。では一発目は誰だ。一発目、145番、味噌煮込みチャイコフスキーです。おー、チャイコフスキーさん久しぶり。マスクマンが金髪になった、うん、中年不良だはず。中年の不良っていいね。これね、あのね、写真もついてるんだけど見せていいのかな。やばい、だ名古屋の見てみよう。あいや。これパッと見だけどおじさんかおばさんかわからない。いやいや、わかるわ、おじさんみたいなおばさん。でもマスクマンさんって鼻高いんだね、外人さんみたいに見えるよ。あ、ちょっと喋り方変えたら間違えるかも。それなんかコントのやつじゃなかった？コントになかった、そういうの、ダウンタウンの。あったような気がする。あのね、私ねみたいなあったでしょ。それだ。味噌煮込みチャイコフスキーさん、ありがとう。面白い、捨てとこうね、とりあえず。これ捨てたらさ、黒髪になるのかな、マスクマンさん。いや、なるんじゃない。いや、チャンスって。じゃあこちら、八王子のウチナーハーフです。おー、ありがとう。終電がなくなる、気づくと2時3時になってる、今日のオフ会参加できない、休みがない。いやあ、もう忙しいですね。2時3時どこまで行ったば、ウチナーハーフさんどこまでも大陸がつながってた、行くさ。いや、そう、そうだよね、そうだよね。ただ遠すぎるだけじゃない？いや、ね、2時3時まで。2時3時はね、きついよね、うん、お疲れい。お、ではこちら、大阪応援隊長のしんちゃんです。ありがとう。熱は？あ、その内容だよ。うん、聞いて。だ、インフルエンザなんか、インフルエンザなんかもう嫌だインフルだったんだ、先週。先週の金曜日ね、会社を退社してうちらのラジオを聞きながら、ね、寝てた人でしょ。インフルだったんだ。これ、この内容を見るとまだインフルだね。マジで、うわ。いや、休みなさいってことだよ。お休み、じゃあ ね。そうだよね。、うん、ちょっと体を休ませなさいってことよね。そうよ。じゃあこちら、会員番号103番、リューティーネーム倉敷ののんぺです。おう、のんぺさん。学区の防犯連合会の会長、副会長が2週間で相次いで亡くなりました、うん、
だそうです。楽が楽楽区楽区なんね、楽区ってもう誰もわからないけど、とりあえずお亡くなりになったから防犯連合会の方らしいですよ。何かを守ってるのね。うんだろうね。昨日は葬儀でしたってことで。そうね、うん、そうね。だんだん生きているうちにだん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 年齢重ねてきたらこういうの多くなるからね、寂しくなっていくよ ね、 それはね。そうですよね。寂しいのバイバイ。はい、じゃあこちら北海道のじゅんちゃんです。じゅんちゃん4度から。もう雨降ってるからダンプに水しぶきかけられるって、車ドロドロー。あーイライラするイライラ。ねえねえ、でも思ったけどさ、4度だと、うん、もう北海道の雪って溶けてるのかもね。っていうことだよね。ね、水しぶきがかけられるって。うちらが行った時そんなのなかったもんね。水しぶきなんてどこにもなかったよね。なかったなかった。水なんて全部凍ってたよ、うん、あ、じゃあ4度はもう溶け始めるんだ。そうなの。結構じゃあ溶け始めるんですね。あ、わからないよね、雪がいつ溶けるのかね。わからないねとりあえずダンプにかけられてイライラしてるから捨てこうね。それはもう捨てて捨てて。はい、じゃあこちら、お、会員ナンバー7番世田谷のコーラゼロです。おっと、外にいます。面白くないことあるの？いつも楽しそうだよ、ね、面白くないことあるのかな。ちょっと読んでみようね。泊まったホテルの朝食がしょぼかったわかる、これイライラするこれはねすごいよくわかる。だから自分もさガチマヤだから食事は美味しくないと嫌なわけしかもさ朝早く出るじゃない朝食って、うん、朝早くわざわざ起きて行ったのにさ、え、これだけって思う時あるよねもういいよ出しまき卵はみたいなねえ、しょぼかったんだでも安いホテルに泊まったってことねいや違うよ、なんかさ 高そうなところでもさ、なんか味合わないことない？あるね。え、なんかこの味嫌だみたいな。うん、もうその時自分パンしか食べないもん。そう、パンもさなんか高級。怒ってきた、だんだん捨ててこうね、ひがちゃんじゃあ次行こうかあなたの今週の面白くないことになってるからね、うん、そうだね、うん、危ない危ない、はいはい、じゃあデューティーネーム27番、名古屋のゴージャスダンサーズです。おお、ダンサーズさん。昨日の昼にラーメンを食べてから胃がもたれてる。まあ年ですね昨日の昼のラーメンがまだもたれてるあー年だねこれは本当だね胃が疲れてるよ、休ませてあげよう。休ませて、金髪のせいじゃないか。うん、わからんけどじゃあこちら会員番号58番、金沢の旅人どんちゃんです。ありがとう。ひがちゃんの誕生日を祝うため、うん、去年8月に予約した沖縄行きが、うん、出張のため行けなくなったじゃあ昨日どんちゃん来るつもりだったの？そういうことですか。うわ、今どこにいるのどんちゃん出張、出張、もう今ツイキャスとかで 見れくれてるのかな。仕事してんじゃない。そっか、そうだね。残念だったね、航空運賃違うか。去年8月に予約したって、うん、すごい、ありがとうございます。ナンバー97、神戸の小さいけれどおじいです。外にいるじゃん、おじいさん、ありがとう。朝の目覚ましテレビ、うん、お出かけの服装の画面に、うん、沖縄がないのはなぜ、何を着ていけばいいのあ、何、こんな服装で行ったら今日はいいですよっていうのがあるわけ。いいね、いい情報だね。なるほど、でも分かった、目覚ましテレビの人も沖縄は未知数なんじゃない何着ればいいのって思ってるマジでということで今パーカー着てるんだでも正解ですよ、沖縄もね風強いから、うんうん、ね、いいぐらい、いいぐらい、いいぐらいだと思う。じゃあ待って、何つけていけばいいかわからないっていうのそうだね、これ何、あの目覚ましテレビに捨てて、うん、目覚ましテレビにあの苦情今送っておきましたのでじゃあこちら、デューティーネーム、これお名前だから K さんってしておこうかな。 K さんね、うんうんうん、ゴルフ中あまりの寒さで縮こまったら顎の裏をつった意味がわからない顎の裏つる？顎の裏つるってどういうこと？顎の裏って何か？舌じゃないの？顎の裏ってここでしょ？顎の下？顎の下ここってどうやってつるの
え、釣ったらどんな動きになるの？顎口が飽きっぱになるとかかな。クカクカクカクってなる。横に動くの、縦に動くのどうなるのか。いや、こんなとこ釣ったことないからわかんないよ。知らんけど捨てとこうね。どんなだったのか教えて。しかも誰かもわからない。いや、わかってるんだけどね、お名前だからね、とりあえず K さんってしてるんですけど。 K さんね、OK。 いいじゃん、アバサーバルたくさん今週詰まってたね、みんな。いや、面白かった。今週面白かったね。すべて捨てました。来週も皆さんの面白くないことだけど面白いことお待ちしております。顎釣るってどういうこと。皆さん、週末金曜日だよ。朝面白くないことを捨ててから今日もいい日になりますように。以上、アバサーバルーンのコーナーでした。一旦 CM です。職人、愛媛から村上工業。癖になる味、卵大焼き、沖縄こなもん、沖縄こなもん、笑顔がこぼれるぜ、オーライ。宜野湾消防署益城出張所向かい、沖縄こなもん虜にするぜ。沖縄こなもんで検索。明日はもっといい日、その1。リューティーの日笠俊人、てるきなたけみが FM 宜野湾から12時まで生放送でお送りとします。はい。さあ、ツイキャスとか朝一ですけれども、来てくれてますか？いや、来てますよ、今日も。お、どなた？チャラ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 かっちゃん、毎度日賀ちゃん、たけちゃん、おはちーす。昨日ライブお疲れ様でした、ということで。あ、おはようございます。かっちゃん、昨日のライブいた？いたの？かっちゃん、うん、かっちゃんはいないですよ。いないけど、うん、予想で喋ってるの？あ、いやー、あ、でも、いろいろね、配信とか皆さんしてくれてたから。あー、見てくれてたの？もしかしたら、もしかしたら見てくれてたかもしれないですよ。そうなんですよ、昨日は国際通りの金城っていうところでライブで、うん、はい、平日木曜日なのに死にいっぱいだったね。昨日は平日にしてはすごかったね。お客様何組か帰ってらして。あ、そうだね。そうだから、あれだよ、予約しないと大変だよね。まあ、あのね、村はあるけど予約してたら確実だもん ね、うん、ね。だって昨日途中から入ってきた宮崎の団体様、一個だいたい4人しか座れないテーブルに8人ぐらいギュギュ詰めになって、それでもいいからって入ってきた、もう勇気がすごいよね。そうだね、もうちっちゃい子のぐじゅーってなって乾杯してたけどね。狭いってずっと言ってたもん ね。あ、面白かった。あ、面白かったね。で、大阪の四郎さんが、はいはい、外にも中にも、はい、ツイキャスにも来てます。ドンちゃんは東京で怒られてるって。あ、そうなの？怒られてるんですか今。北海道のじゅんちゃん、はいはい、分かった、なんでダンプカーにビチャーってなったか。どういうこと？雨降ってるって。あ、雪じゃないんだ。へえ、もう4度からは雨になるんだ。へえ、分からんね。 4度でもじゃあ雨なのね。え、沖縄じゃ何度になったの、あのみぞれが降った時。あん時もでも4度ぐらいだったはずよ。ああ、じゃあもう、じゃあその辺がギリギリラインなのかな、うん、4度3度ぐらいでかもね。ほんで、昨日も金城に来てくれましたのりのりさん来てます。あ、のりのりさん、どうやら東京に着いたみたいですよ。ただいまって。ありがとうございます。すごいね。うん、内緒でって言ってたけど、内緒で来る距離じゃないよね。旦那に内緒でしょ。旦那様をちゃんと送り届けて、行ってらっしゃいって言って、自分も行ってきますってから一人で出てきたんでしょ。いやいや、このラジオ聞いてるだろうな。そしてムーさんが愛媛から、うん、イヤホン装着しますっていうことで。お、
仕事中仕事中だけどイヤホンで聞いてくれてるの大丈夫ですか。仕事できるね。お仕事中に大丈夫怠けないでよ。で、はちみつ一家さん来てます。あとコーラゼロさんも来てます。あ、北海道のトールさん来てます。他にもたくさんいるのかな。あ、スキップさん久しぶり。あ、元気ね。純スキップさんから手話を習いたいわけよ。あ、なんか前々からずっと言ってましたね。うん、今日さ、あのワッターの音楽っていうコーナーで歌おうと思ってる曲の振り付けをスキップさんちゃんと手話でできるわけ。それを早く覚えたいんだけど、教えて今度ね。うん、そうですね。以上、たくさんの方がツイッター、ツイキャスで絡んでくれてます。はい、じゃあ早速コーナー行きたいと思います。こちらのコーナー、リューティーのメールボックス1番。それではリューティーのメールボックス1番のを覗いていきましょうかな。かな本日のテーマは〇〇デー。〇〇デー、うん、はい、あなたの〇〇デーを教えてください。じゃあちょっと聞いてみます。うん、本日のメールボックス一発目はあなただ。誰だ。リューティーネーム、倉敷ののんぺです。のんぺさん、リューティーのお二人さん体調いかがですかって。絶好調だよ。もう絶好調です ね。今日のテーマ〇〇デー、初めてリューティーを見たデーです。ぬやが無理やりデーをつければいいってもんじゃないよ。のんぺさん無理やりこれデーつけてるよ。2年前の6月に初めてリューティーを見た日、何も知らない私はちっこいたけみちゃんを見かけました。あ、ちょこまか走り回るたけみちゃんを見て面白い人がいるなぁと思いました。っていうか、のんぺさんに面白い人って言われたくないよねこの方が一番面白いよね。歌を聴いた時は衝撃を受けました。何度も聴いているともっともっと知りたくなって、ブログを調べていたら YouTube のラジオをしていました。この年になるまであまりラジオを聴いていませんでした。でもラジオで投稿を読まれる喜びを初めて知りました。あ、わかるこれ。あ、それ自分もわかるな。ラジオに投稿して電波に流れた日、超嬉しいよね。なんかね、独特な嬉しさがありますよね。ねえ、それをこの年になって初めて知ったってどの年か分からんけどね大阪のライブから、あとは、あ、大阪のライブの後からはファミリーの仲間入りをさせていただいて、毎日を楽しく過ごさせていただいています。今日丁寧だね、なんか文章が、舌が噛みそう。リューティーファミリーの皆さん、ありがとうございます。寒くなってきたので体を崩さないように頑張ってくださいね。またメールします。バイミーということで、のんぺさんから来てます。ありがとうございます。なるほど、リューティーを初めて見たで、うん、たけみがちょこまかしていたなんかね、すごい綺麗な文章だねって言った後にたけちゃんが舌が噛みそうって言ったのが自分すごい気になる舌を噛みそうじゃない。あ、舌を噛みそう、舌が噛みそうなの。あ、そっか、舌がおかしいね、うん、これだけです、はい、気になったらありがとうのんぺさん。じゃあ自分たちを見た日6月何日かもう覚えてるってことなんだね。すごいね、嬉しいですね。ありがとうございます。自分はのんぺさんと会った日も覚えてない、ごめんだけどずっとお会いできてるから嬉しいかな。そうですよね。それではのんぺさんのありがとう。じゃあこちらもいいですか。はい、さい、先日は北海道遠征お疲れ様でした。ありがとう。最前列で半袖かりゆしに身を包み応援した飛行船船長です。飛行船船長さん、ありがとう。なまら嬉しかったことが2つ。うん、去年初めて行った沖縄で一目惚れしたリューティーの2人に、うん、北海道でお会いしてライブが見れたこと。お、そこでお会いした全国のファンクラブの方々に混ぜてもらってオフ会に参加できたこと。お、盆と正月が一緒に来たようなハッピーな時間でしたそんなにな盆と正月一緒に来たら相当忙しいけどね。てんやわんやってやつでしょ。そんなオイラの〇〇デーは、うん、11月28日飛行船札幌着陸記念デー。なんでそれ、何、飛行船札幌着陸記念デー。え、ん、飛行船が札幌に着陸した日があるわけね。ですね、面白いずっ
と転勤で北海道各地をさすらっていましたが、うん、2005年に札幌へ定住しました。飛行船というバンド名で、子供向けの手遊びや歌などのライブ活動を夫婦でしていたので、はいはい、自宅をライブハウスみたいにして仲間とワイワイやりたくて建てた家でした。かっこいい。いいね。今では夏はバーベキュー、冬はクリスマスなどに音楽仲間が集まり、多い時は25人が押し寄せてどんちゃん騒ぎをしています。楽しそう。これからの夢はリューティーつながりの友達と飛行船基地かっこ自宅ね、うん、飛行船基地でオフ会ができればと願っています。やりそう。改めて北海道ライブでお世話になったリューティーファミリーの皆さん、ありがとうございます。全国のファミリーの皆さん、よろしくお願いします。楽しそうな人生だね。飛行船札幌着陸記念デーっていうのは、この飛行船船長が札幌に定住した記念デーってことだね、うん、落ち着いたところだね、うん、っていうことだね。今までは飛行船としてバンドでこう回ってたんだ、うん、全国。それがもう札幌で落ち着いたんだ。、ね、自分の定住した日ね。そういうことだね。すごいね。25人が押し寄せてどんちゃん騒ぎをするってすごくない？すごい。もうちょっとしたライブハウスよねこれね。うん、うーん、ちょっと行ってみたいな。次のオフ会ここ。この人たち全員呼んだら荒らして帰るよ。大丈夫？家壊れる。ギャラリーの人みんな笑ってる。危ないよ。大丈夫ですか？いや楽しいですね。こんな感じで皆さんの丸々で教えてください。そうですね。うん、はい、飛行船船長の。はい。ありがとうございます。ちなみにひがちゃん丸々である？丸々でってなんだろうね。まあ一応、うん、自分の中でですけど、うん、これ県外にねライブで行くじゃないですか、はい、まあそれはライブはね、あのちゃんとライブ自体も楽しみにしていくんですけど、うん、県外に行くときは自分はね、あの神社巡りで、あーやってるね。神社ボーイなんです。でそれも楽しみの一つなんです。あー、県外に行った時の近くにある大きな神社を巡ってるで、うん、やっぱ大きくなくてもいいのよ、うん、もう近所にある近場のやつでもいいんだけど、うんうん、もうどこでもいいのよ。いろんな神社に行きたくなる。見たことあります？ひがちゃん YouTube とかでたまに自分でね動画撮ってから自分で音楽をパンパパンでしょ。自分で音楽を鳴らして、うん、なんていうのあれ、レポートしてるよね。レポートしてるんですよ。なんてくだらないことしてるんだろう。いやみんながやれって言うから。あ、そう。ぜひあのラジオを聞いた皆さんも、はい、RYUTY リューティーのひがちゃんで検索して。あ、でもねあんまり動画アップされてないはず。あ、そうなの、うん、あ、そうなんだ。自分のなんか自分だけの記録になってる最近あれ。でもそれでいいよね。〇〇では自分だけの何かでいいよね。そうだね、うんうん、そういう話皆さんの聞かせてください。あとでたけちゃんのも聞きましょうね。わかりました。以上メールボックス一番のコーナーでした。はい、ということでまだまだこのテーマ〇〇でということでメッセージお待ちしております。はい、CM の後はわったーぬ音楽。リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ。わったーぬ音楽。ワッターヌ音楽の時間がやってまいりました。このコーナーでは私たちリューティーの生歌を披露しておりますラジオで。はい、なんですけれども、うん、今日はどんな音楽をやってくれるのかな。今日はさ、洋楽のアメージンググレイスがあるじゃないですか。それをもしも私がさ沖縄の言葉で自分の言葉に直して歌ったらこんな曲になったよっていう曲をやりたいと思うんですよ。ほんでせっかくなのでギャラリーに来ているさ方ともコラボしてみようかなって思って、
昨日さ、金具すくのライブでコーラゼロさんが何メロディオン、あれを完璧に吹いてたわけ。このアメージンググレース、死にしかんでから、うますぎてから。これせっかくなんでラジオで一緒にギターと三振とメロディオンでコラボしようかなって思っております。メロディオンって懐かしいね。あのピアニカって言わない？あ、年代がバレてる、ね、メロディオンって言ってました？本当？あ、たまちゃんもピアニカって言います、ね、じゃあ自分の年だね。あれだね、昭和、うるさいわ。昭和の。じゃあせっかくなんでギャラリーからコラゼロさん、皆さんも入ってきてくださいよ。ぜひ呼びましょう、呼びましょう。ちょっと自分チンタメ合わせていい？あ、いいですよ。あ、どうぞどうぞどうぞ。このね、なんかコラゼロさんのね、ピアニカがすごいんですよ。コラゼロさん、その赤いマイクに向かってピアニカやってみてください。ちょっとチロチロって出してみて。おお、懐かしい。いいね、いいね。そうですね、おじさんたちはじゃあ踊ってもらって。おじさんたちじゃない。ぜひツイキャスを見てる、画面を見てる方々は映像も楽しみながら、ひがちゃん、リバーブがさ、まるで公民館の放送みたいになってるよ。OK、今日はちょっとマットな感じでいきましょうか。マットな感じで。普通のメロディーでいく？どんな感じでいこうかな。んっちゃ、んっちゃ、これぐらいできる？コラゼロさんできる？最初の人に和音を押さえてる。あ、いいんじゃない、適当に。いい、ね、和音を押さえてもいいし、何やってもいいよ。じゃあそのまま聞こえるでしょうからいく。ワン、ツー、聞こえるでしょう、驚くほどの甘美なメロディー、お空から目が離さないほどに、パッパッってできる、パッパッ、嘘じゃないよ、月と太陽が歌を歌っているんだ、甘い甘いとろけるようなメロディー、ほら太陽が歌うよ、ランランラララ、ほら月が歌うよ、道を照らしてくれたメロディー、あてもない誰かの道も照らしてください。ドリッキー、Sing grace, how sweet the sound
that's safe. A wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. もっと早く、ほら太陽が歌うよ、ランランラーララー、ほーら月が歌うよ、ランランラララララ、私の道を照らしてくれたメロディー、あてのない誰かの道も照らしてください。コーラゼロさんのソロ、ドリリッヒー、はっはっはいやいや、そっさ、はっ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 、ドリッヒー、いいね、ほはっはっはっ、なディジウディラウチジのアンチュラサウダアヤワミの道ティラチアディオネランタルガミチンサヤガティラチタボリトリヒヨーすごい、あのさ、初めてここで合わせたんですけども、コーラゼロさんよくできますね、て素晴らしいですね。いつもなんかただいつもお土産を持ってきてくれるおじさんかなって思ったら、親戚のおじさんじゃないわ、うん、何でもできるし、そして後ろにいます、大阪のおっさん、シロさんと、兵庫の小さいけどおじいさんの手拍子のぐじゃぐじゃさよ最高でした、いや楽しかったイエーイ、ということでワッターの音楽はリューティーの曲でアメージンググレース、月と太陽の歌をお届けしました。それでは皆さんで、みんなで一緒にね、 CM です。職人愛媛から村上工業、癖になる味、卵大焼き、沖縄粉もん、沖縄粉もん、笑顔がこぼれるぜ、オーライ、井上消防署益城出張所向かい、沖縄粉もん虜にするぜ、沖縄粉もんで検索。今日はいい日、明日はもっといい日、その1、リューティーの日賀さとしと、てるきなたけみがパソコンやスマホなら全国で聞ける、いえ全世界で聞けます、 FM ギノワンから生放送でお届けしています。はい、日賀ちゃんすごいよ。お、何ですか？ツイキャスにいっぱいコメントが来てまして。本当？北海道のじゅんちゃんがゼロさんすごい、ね、本当思う。そしてスキップさんが、あの
この兵庫の方でね、うんうん、手話していますって見えてない自分たちに今でもやってくれてるんだね、やってくれてたんだね、ほんで揚げ団陽子さん、噛みつきばあちゃんがいい感じって、おノリノリさんがカントリー調な感じっつって、おバナナ店長出遅れたけど、たけちゃんいがちゃんおはよう、おはようございます、しんちゃんもあのじゅんちゃんも最高って来てますよ。しんちゃん大丈夫かね、しんちゃんまだインフルじゃないばね、大丈夫ですかね、うん、安静にしてくださいよ、だからよ、ね、はい、ありがとうございます、とっても楽しかった、はい、じゃあ早速お祝いするコーナー行っちゃいましょうか、行きましょうか、それではこちらのコーナー、うさうさバースデー、この日に生まれたから君に出会えた、その喜びをみんなでうっさうさしようというコーナーです。はい、うっさうさバースデーのコーナーがやってまいりました。今日もしくは今週お誕生日の方、ぜひメールをください。必ず名前はひらがなかカタカナでよろしくお願いします、間違えないようにね、はい、ひがちゃん、うん、あのね、この私たち約1年半ぐらい、うん、FM ギノワンでラジオやってるじゃないですか、はいはい、かつてないほどのメールがこのコーナーに届いております。あ、本当ですか、これね、今振り分けるのに自分何十秒かかってるの、1分かかってるよいや何十秒ではないよね、じゃあ1分だよね1分以上かかってるよもうバーって読める、ね、読みましょう、どんどん行こう、じゃあこれはひがちゃんの分ね、はい、じゃあ私の分いきます、一発目はこの方だ、わーお、ファックスで超かわいい絵がついております。お、ということはうっさうさバースデー、リューティーネームはナンバー89番、新たと新たのママパパよりって来てます。わお、ひがちゃん、昨日はお誕生日おめでとうございました、そう、今年もまた素敵な一年を過ごしてくださいねということで、素敵な絵付きで、あ、絵がすごい、いつも絵うま、私たち実はね、 LINE スタンプも出してまして、そうそうなんです、その LINE スタンプに入ってる絵をキャラクターをめっちゃコピーして、すごいよね、手書きで書いてくれてます、素敵、そう、自分昨日ね誕生日だったんですよそれでさ、その あの絵の話に戻るんですけど、はい、噛みつきばあちゃんの、うんうん、菊味噌加工所夢工房、はいはい、美味しいシフォンケーキ有名ね、うん、味噌のシフォンケーキで有名なねお店があるんですけど、そこの噛みつきばあちゃんのお店で自分のね誕生日ケーキを、あのコーラゼロさんたちね、あのシローさんたちみんながさ買ってきてくれて、うん、そのケーキに描かれてる絵がさ、そのリューティーの挿絵がついてたんですよ。すごいね、あのめっちゃすごいよ、ケーキにこの絵をコピーして、うん、カラーも一緒に綺麗に塗り絵をされてて、あれだから昨日の夜中からちょっとケーキ食べたんですけど、ケーキはもう本当に美味しかったんですよ、うん、だけどね自分の顔がなかなか食べられないなんかちょっとね、わかる、わかる、顔はなとか思うねひがちゃん、アンパンマンになれ、あ、自分の顔をあげるの人に、うん、うん、アンパンマン、そうだからくれってことでしょ、あげないそのさ写真あの撮ったんで後でアップしますね、うん、じゃあ皆さん、ね、ブログに見てみてください、うん、ほんと芸術的な、すごい誕生ケーキをひがちゃん昨日もらってました。そうなんですよ、はい、ありがとう。じゃこちらもいいですか、うん、たけみさん、ひがさん、この間メール送ったんですけど、あらら、今月1月9日、あ、1月9日に読まれてなかったんだはずね、うん、1月9日は旦那の誕生日です。お、読んでくれると思って楽しみにしてたんです、私、うん、今週で1月が終わってしまうので、うっさうっさお願いします、パパ誕生日おめでとう、チュ赤ちゃん、女の子が生まれます、赤ちゃん、やった、赤ちゃんの名前決めました、ゆうこです。早いな読み方これでいいのかな、ゆうこちゃんかな、へー、パパはゆうちゃんにメロメロです。まだ生まれてないけどもうメロメロなんだ。ゆうちゃんとママから、パパ誕生日おめでとう、チュ何回チュすんの、これでもあのラジオでチュ何回もやるのやめてこのこのチュのくだり自分が読んでよかったのかな、ちょっと気持ち悪かった、男のチュになっちゃったけど大丈夫いいよ、旦那さんに伝わってるよ、カンバラさんの旦那様ね、ありがとう、はい、じゃあいきます、はい、次、小さいけれどおじいさんから来てます。
沖縄へ向かいますが神戸4度、宜野湾16度、何着着ていこうか悩んでます。これさっきの話ですね。下りが同じでしたね。神戸4度だったら今の北海道と同じ気温だったんだ。そうだねえ。いきますよ。さて昨日26日は我らがヒーロー比嘉ちゃんの、そして明日28日は我らのマドンナおアップルポンちゃんの誕生日です。みんなで盛大にうっさうさしてあげてくださいと来てます。すごい。そうアップルポンさんもねお誕生日でしたね。ねやっぱり1月生まれは変態多いね。自分は違うけどね、はい、アップルポンさんはそうかもね。そう。じゃあこちらハイサイ愛媛のムーです。ありがとう。さて22日は金沢の旅人ドンちゃん、そしてかっちゃん&ルンちゃんでおなじみのルンちゃん。マジルンちゃん誕生日だったんだ。そうだね、ルンちゃんってかルオンちゃんだろうね、うんうん、そして26日は我らリューティーのヒガちゃん、ありがとうございます。そして28日、お疲れポンポンで有名なアップルポンさんの誕生日です。声高らかにうっさうっさお願いします。ありがとうございます。じゃんじゃん言っていい、はい、次世田谷のコロゼロさんから来ています。22日は金沢の旅人ジョンちゃん、ジョンちゃんドンちゃん、ドンちゃんこの間もやらんかった、何回誕生日うっさうっさされてるか。多すぎない、何回もどんどん年取っていくから。やった。26日はヒガちゃん、28日はアップルポンサート、なんとヒープーさん、あ、そっか。そして29日は神戸の小さいけれどおじいさん、おじいさんも誕生日なの。そう、やっぱ変態多いね。いや自分は違うけどね。ありがとうございます。たけちゃん、ヒガちゃん、全世界のリューティーファンの皆様おはようございます。ノリノリです。ノリノリさん、今帰りの飛行機の中、強行だったけど行ってよかった、楽しい時間をありがとう。さて昨日26日は我らが愛すべきリューティーのいつも爽やかな笑顔のヒガちゃん、昨日28日はこちらも笑顔の可愛いアップルポンさん、そして29日は素敵な神戸のおじいさん、すごいね、うっさうさよろしくです。みんなよく誕生日覚えてる ね。すごい。次いきます、はい、北海道のじゅんちゃんと埼玉のはちみつ一家さんから2つからもうこのこれ来てますよ。みんな大好き癒し系ナンバーワン、ヒガちゃんのバースデー、ありがとうございます。そしてみんなのアイドルアップルポンのバースデー、29日は超紳士、小さいけれどおじいのバースデーですっていう風に来てますよ。すごい。あのですね、自分ね、ヒガちゃんとアップルポンさんと、あの小さいけれどおじいさん宛てにね、金沢の旅人ドンちゃんから、そしてスキップさんから、名古屋のホットダンサーズさんから、そして白棒ニーヤンさん、そして兵庫のシーサーさんから来てますよ。こっちもです。倉敷ののんぺさん、愛媛のミーナーさん、大阪のおさん、シローさん、そしてハイサイ小柳さんからも来てます。小柳さんからも、あとね、ウチナハウの、ウチナハウさんから来てますよ。これが昨日は日柄さんの誕生日だっけ。2万トンで何歳でしたっけ。2万1歳ぐらいじゃないかな。2万1歳ね、になったばかりみたいですよ。去年があの2万歳のお誕生日やってたんで、あ、本当に盛大にパーティーやってたんで。すごいな。ということで皆さんの誕生日お祝いしましょう。一つ抜けてるタクヤさんって誰だろう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。2万歳の日柄沢さん、アップルポンさん、神戸の小さいけれどおじいさん、金沢の旅人ドンちゃん、ヒガちゃん、ヒープーさん、ルンちゃん、ルオンちゃん、東京のカンバラさんの旦那様、そしてタクヤさん、せーの、ハッピーバースデートゥーユー。わかった、タクヤさん、スキップさんの息子さんって。おせーの、うさ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 、おめでとう、生まれてきてくれてありがとう。これからも人生一緒に楽しみましょうね。
以上、うさうさバースデーのコーナーでした。はい、いつもここでね曲流そうと思ってるんですけど、うんうん、もうあと1分しかないのよこの曲で。じゃあだから次に回す曲、この曲ね聴かしたい曲なんですよ。なるほどね、うん、もうだって50秒しかないから。本当だ、信じられない。うさうさバースデーでもう1時間近く終わってしまったみたいなねえ、ありがたいですね。だからさ、誕生日プレゼントをね、うん、FM ギノワンさん宛てにもさたくさんいただいてて、マジで。で昨日のライブでもたくさんいただいて、うん、もうね自分のお家今お店みたいいらっしゃいませ、うん、いろんなものがあるドンキホーテみたいになってる本当にありがとうございます。本当にいや嬉しいですね、うん、その私は誕生日プレゼントの上に三振を置いてるの。そうそうあのさ炭酸水がさうん、ダースできたウィルキンソンのダースダースできた、いいね。 あと7秒大人買い。じゃあまた後からや。11時台もね。はい。ムラ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 神工業。職人愛媛から村上工業。癖になる味、卵大焼き、沖縄こなもん、沖縄こなもん、笑顔がこぼれるぜ。オーライ、宜野湾消防署益城出張所向かい、沖縄こなもん虜にするぜ。沖縄こなもんで検索。
ティの今日はいい日、明日はもっといい日。開催10時から全国へ、そして全世界へ配信中。その名もビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その2です。イエイイエイ。この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、そしていいことはみんなで喜び、明日を快適にします、という番組です。うん、いい番組だね。はい、そうなんですよ、うん、もうね10時台、うん、ね、後半すごいことになってましたけれども、うん、あのその流れでですね、お誕生日プレゼントっていう形でさ、あのなんかダウンジャケットみたいのも着てるんですよえ、沖縄ダウンジャケット必要あるか。いや、あるあるあるとかさ、だからさっきのさ炭酸水もダースでいただいてさ、マジでうちのハーフさんたちと、村上工業さんからね、うん、いただいたりして。本当本当にね、ちょっと今年の誕生日ひがちゃん贅沢だね。あのさ、コーラゼロさんね、ギャラリーに先ほどまでいたんですけど、はい、コーラゼロさんから昨日さコーヒーメーカーまでいただいて何カフェ開くの。うん、もうお店開こうと思ってる。ビッグワンビッグヒガ、うん、ビッグヒガを開こうと思ってるやばいな、皆さんありがとうございます。もう来てくれるだけで嬉しいのにさ、こんなに本当ですよ、うん、たくさんいつもあのいただき物、うん、我々太るからで、こういうのもいただいて、ほらおっぱいチョコひがちゃんね、おっぱいがちょっと恋しいかもしれないからこれで吸って頑張っといてっていう哺乳瓶みたいなねものに入ったおっぱいのチョコレート。11時の話じゃないわ、そんな感じで11時台も楽しく進めてまいりたいと思いますよ。はい、じゃあコーナー発表しましょうか、うん、お願いします。11時台皆様に募集しているコーナーはこちら、はい、まず一つ目、はい、リューティージング。リューティージング、最近このね、ジングにお手紙来ないんですよ。それはもうあの不満がないのよ。お払いしてほしいことを募集してるんですけど。いやでもいいことなのよ。いいんだよね、うん、お払いが来ないと、もうこのお払いの募集やめていいことを募集しだそうかなってもうそれでもいいし、ね、来てくれる宮司さん、武見宮司さんと、うん、世間話でもいいよそうねあ、変わっちゃう、パーソナリティ変わっちゃう、うん、あ、いや、その時間だけね。あの人でも喋るのゆっくりだよ、うん、時間いくらあっても足りないよ。うちらがなんかせかせかしてるからいいんじゃない、ゆっくりしたひとときは必要よ。そっかということで、一つ目はメーアーだリューティージング、うん、二つ目がメールボックス。メールボックス、本日のテーマはまるまるまるで、また忘れてたの今まるまるで、なんでまるまるでにしたかって言ったら、うん、宜野湾市が25日ニコニコデーという風にみんなに挨拶して歩こうっていう、出会った人には挨拶をしようよっていうニコニコデーを始めたから、うん、皆様の〇〇デーってなんかないかなって思って聞いてみてます。なるほど、うん、そして3つ目、3つ目、あなたの街の方言チムキュン。チムキュン、あなたの街の方言を募集、そして電話に出られる方は電話対応可能と書いていただきたいと思います。そうすれば私たちのスタジオと直接電話でつないで、はい、このラジオの電波に乗ってもらおうかなと思っております。はい、以上3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思いますので、恥かさーしないで皆さんご参加ください。はい、それでは懸命にコーナー名、そして本文にはリューティーネームを必ず書いてメールやファックスを送ってください。メールアドレスは FM ギノワンのホームページ番組表からポチッと、もうすぐクリックしたらすぐあのメールに行けますので。そしてファックス番号 098-943-0094 でお待ちしております。はい、ということで、はい、この番組は愛媛から青函職人の村上工業、そしてオーライ 120% ナルシストが焼くぜ、目玉焼きの入った
たい焼き沖縄粉もんの提供でお送りいたします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサーマッチョイビンドなら、なんなら私たち CM ソングも作れますので、ぜひぜひ FM ギノワンまでお問い合わせください。はい、ひがちゃん、はいはい、ギノワン晴れてきたね。ね、ね、雲もなくなってきましたね、うん、太陽出てきてあったかそう。太陽出てさらに水平線はっきり見えてきたんですけど、うん、もう20度そろそろなってくるだろうねお昼だからね、あのツイキャスでさ、うん、噛みつきばあちゃんが、はい、ビッグヒガ行く行くって、いや来てください商品限られてるよ家に押しかけようとしてるよ来てください来てください。さあ、11時台の1曲目は、はい、この CD が届いてるんですが、かわいいね。そう、これは北海道の方。そうですよ、親さとこさん、親さとこさんっていう方は、うん、ミュージシャンがいらっしゃるんですね。そうですよ、金具宿にも遊びに来てくれて、うんうんうん、なんていうの、おたげでさ、すごい盛り上げてくれた北海道の方たち、覚えてます？うん、覚えてます、若い方々ですよね。そう、あの方たちも皆さんミュージシャンで、うん、で、小さいけれどおじいさんがね、この親さとこさんのライブに行ったそうなんですよ、うんうん、で、そこであの CD ゲットしてくれて、で、リューティーの番組でも流していいよということで、それいただいたのでさ、そこから1曲流そうかなと思うんですよ。では、うん、本日の11時台の1曲目は、うん、北海道の親さとこさん、はい、これはアルバムかな、アルバムですね。アルバムの中から1曲をお届けしましょう。小さいけれどおじいさんからのリクエストで、あなたの街まで。曲名は北海道のミュージシャンですね、親さとこさんのアルバムで、あなたの街までという曲をお届けしております。
週末金曜日、皆さんのお昼ご飯は何でしょうか。美味しいお昼ご飯でくんちをつけて、今日もいい日になりますように。いや、この言葉にすごいねぴったりの曲な気がする。そして11時台最初のコーナーはこちら。リューティー神宮。1日1名様限定。このコーナーではあなたをお祓いして清め、今日を快適にします。それではリューティー神宮から武見宮司をお呼びしましょう。武見宮司。武見宮司、今日も宜野湾までありがとうございます。どういたしまして。先週はもうちょっとずつね、先ほどたけちゃんもね言ってたんですけど、お祓いのメールがねなかなか来ないなって思ってたんですよ、うん、ですがやっぱりお祓いしてほしいという方はねいますので、このコーナー続けてもいいかなと思います。なるほど、誰じゃね。せっかく宮司さん来てくれてるので、こちらいいですか。早速、武見宮司、比嘉和尚さん、こんにちは。千葉から白棒にーやんです。今日は自分のことをお祓いしてもらいたくてメールいたしました。どうしたのじゃ。お供えもなくて申し訳ありません。それはどうか。自分は夜寝て朝までトイレには行かないのに、なぜか仕事会議ではトイレが近い、うん、今では会議の前には必ずトイレに行って出さないと1時間ほどの会議が持ちません。夜中は平気なんだから年で近くなったんじゃないと思いますが、仕事中はトイレの神様にいたずらされてるのかも。トイレの神様のいたずらを武見宮司のお祓いであっち行けってやってもらえませんでしょうか。うまくいったらお供え持っていくからさ。白棒兄やんからいただきました。なるほど、ただ怠けてるだけじゃの。怠けてるということはどういうことですか。仕事しないように何回もトイレに行ってるわけじゃない。そういうこと。違うのか。あ、トイレに一旦逃げてるってこと。一旦逃げて息抜きをしてふぅでまた戻ってきて。あ、そういうことなんですか。そのために体があの出そうとしてるんだ。そうじゃの。あ、宮司の見解はそうなんですか、うん、なるほど。トイレの神様はこんなことしない。宮司さんが言うんだからそうだろうね、うん。じゃあトイレの神様のいたずらではないと。 なるほどね、うん、これはじゃあ白棒兄やんのいたずら。仕事のやる気ですね。やる気の表れです。そうなのかな、うん、そうなんですか。じゃあどういうお祓いになります、こういう場合は。まずは一応トイレが近いんですよ。そうじゃの。いくらのものを私に送ってもらえるかによってランクがあるのじゃな。いや、あ、宮司さん的にはそのお供え物のこのレベルで、うん、なんかいろいろこのお払いが変わってくるっていうことですか。そうじゃの。みんな平等にしたいところじゃが、私も人間なので。あ、そうなんですか。いろいろランクがござる。ござるって言った。ござるって言った。なんかでもさ、トイレが近いって一応ね困るじゃない、うん、あなたも近いじゃない。あ、近いっていうか結構ギリギリなってトイレに行くじゃないあなた。うん、
あなたって宮司さんのことではないんですよ。武美さんっていう方がいてね、うんうんうん、あの方もね、もうあと5秒前ですよってラジオでもさっき言われてたんですよ、うん、トイレから走って帰ってきたんですけど、うん、そういう場合のお祓いとかって何かありますか？間に合ってるから良いんじゃないか。まあまあね、間に合っていますよね、うんうんうん、じゃあ内定筋を鍛えればいいんじゃないか。いや、あなたお祓い、グージで今日お祓いしない気ですか？筋トレに行けでお祓そうとしてません？それでは、疲れてます。それでは白ボーニアのわからんけどお祓いじゃん。仕事怠けるな、甘んか演じていけ。なんかちょっとお祓いの趣旨が違ったような気がしますけれども、こんな感じですかね。もしかしたらトイレ止まってるかもしれないです。以上、リューティー神宮のコーナーでした。そう、宮司も一緒に CM 行っていいですか？それでは一旦 CM です。愛媛から村上工業。癖になる味、卵大焼き、沖縄こなもん、沖縄こなもん、笑顔がこぼれるぜ。オーライ、宜野湾消防署益城出張所向かい、沖縄こなもん虜にするぜ。沖縄こなもんで検索。リューティーのメールボックス3番。それではリューティーのメールボックス3番を覗いていきましょう。かな？かな？かな？お、本日のテーマは〇〇デイ。はい。メールボックス3番の一発目はあなただ。誰だ？リューティーネーム、名古屋のクリスタダンサーズです。ダンサーズ的〇〇デイですが、音楽に聞くときにしますって。ほう。通勤などに音楽を聴いていますが、例えば女性ボーカルデーとか洋楽デーなど、気分によって勝手に特集のように組んで聴いていますよ。なるほど。こういう特化した聴き方は珍しいかな。タケヤンヒガヤン、こんなにこんな感じで音楽聴きますか？リクエストお願いします。この番組に洋楽で、しかもレゲエっぽい曲はどうですかね。ユーザーの、いや、よろしくお願いします。あ、ユーザーいいね。お、じゃあ後でちょっと探してみます。ちょっと探せるかな、今時間があったらね。うん、なるほど。音楽聴くときそうしてるかもね、みんなね。あるかもしれないですね。今日雰囲気はメタルだからメタルデーとかありますか？自分はよくやってます。どんな感じに？よく家でこう作業したりするときに、今日はカントリーミュージック聞きたいなと思ったら、 YouTube でカントリーミュージックって検索してから、カントリーミュージックがガッサってなんか連続でかかるようなやつあるさ。ありますね、 YouTube ね。そう、それをスピーカーからガーンって流してからやったり、いいね。あと夜になったらジャズナイトデーとか。おー、ちょっとかっこいい感じで。そしたらなんか家がバーみたいになるさ。気分いいよね。なんかお酒も進みそうですよね。だいぶ進むね。だいぶ進む。だいぶ進むね。トイレが近くなる。またさっきの話に戻っていく。あ、そういうのあるかもしれないですね。あ、いいね。ひがちゃんないですか？まるまるで。その話の流れで言うと、あの音楽のさ、自分はジムに行くとき、ジムでは激しめの曲を全部選曲して、あ、アップテンポね、アップテンポのやつだけを選曲した、なんかね、プレイリストを作って、それ聴きながらやってますよ。例えば何聴いてるんですか？グリーンデート。
グリーンデーグリーンデーとかトゥ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 リスンとメイワイって何とかあと今ドゥーユー変態って言った言ってないよユカやグリーンデー好きなのにユカやとかあとオフスプリングとかねあーいいねーパンク系ちゃ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 いいねなんか激しめのやつをね聞きながらやってます確かにスポーツするときリズムがちょっと早いやつじゃないと乗れないよねこれがさ話聞いていい、うんうん、ジムでさジムのあのこのなんていうの受付の方々もさもう知り合いなんですよ、うんうんうん、でだから自分がリューティーってことも知っててで音楽活動してるってことも知っててさ CD とかをさ、うん、たまに自分が行った時にさあのさ世界の友達かけてくれるのよやめて全然乗れないのよだんだん違う汗が出てくるよね違う汗が出てくるなんか少しさえちょっと恥ずかしい感じわかるなんでだろうね自分のたちの音楽流れたらちょっと恥ずかしい時あるよね、うん、そうだからさかけないでって言った自信を持って出そうよって思うけどわかる聞きたくないわけ、うん、なんていうの別にさいろんな場所でかかってくれるのは嬉しいけど嬉しいよ自分ではちょっとなと思って、ね、自分がいるこの場所でかけてほしくないよね、うん、恥ずかしくなってくれたんだ本当にねたけちゃんが言ったみたいに違う汗をかいてる気がする運動の汗じゃなくて冷や汗の方をかいてるなるほどそういうことがありますようんなんだって今名古屋ダンサーズさんのはい、ありがとうございますじゃあこちらもいいですかはいたけちゃんバースデーひがちゃん、うん、こんにちはわけんこんにちはわけん145番味噌煮込み手羽先も好きですもう誰が滑ってんの味噌煮込み好きさんこれ嫌いなものあるのかな逆にだから ねメールボックステーマ〇〇で昨日はひがちゃんのバースデー、うん、あーめでたやしてテーマ〇〇で、うん、もう話変わったねもういいよ我が家は出かけない休日の前の日はニンニクデーになりますうわなるほど出かけない休日の前の日はニンニクデーになります、うん、相方は一応営業マンだから平日はニンニク料理は控えてますなるほどだからニンニクデーになるとキムチ鍋、うん、餃子、うん青菜炒めなど、うん、ここぞとばかりにニンニクたっぷりスタミナをつけますいいねたけちゃんひがちゃんはニンニク料理は好きですか大好き大好き大好きどんなのがいいですかニンニク系自分何でもかんでもニンニク入れてるよ味噌汁にも入れるし味噌汁にニンニク入れるし炒め物にもチャンプルーとかにも全部ニンニク入れるまあ、炒め物はわかるけど、味噌汁のニンニクってどういう味になるの？ニンニク強すぎない？わからん。慣れてるけど。ニンニクも入れるし、生姜も入れるし、何でも入れればいいと思ってるかもしれない。ああ。美味しいのか、それ。美味しいよ。本当？なんか想像がつかないけど、うん、知らんけどいやいや知らないんかい美味しくない可能性があるなこれでもニンニクでわかるね明日はこんな日だからニンニク控えようとか思ってるよねあるねそれはある、うん、なのに自分昨日大阪のおっさん四郎さんが持ってきた餃子、うん、普通にステージの前に食べたからねあのさあんまりお客さんに近づかないようにしたねあのそうすればいいんじゃない近づかなければいいんじゃない、うん、まあねでもさなんか自分も食べたんですよ、うん、だからさお囃子でさスイスイとかいいやさあさあって言うたんびにさ、うん、目の前にニンニク畑が広がるのよマイクから帰ってくる自分の息の臭さなんか自分がきつかったでも美味しいから食べちゃいたいさ、うん、あったかいうちに、ね、なあニンニク美味しいのよね、うん、その辺よ ね、うん、そんなに気になるのはもうみんなにニンニク配って、うん、みんなも同じニンニクの匂いにしてしまえばいいそうだねあそれがいいねあ持っていこうか次回からライブにニンニクそんなにまでしてニンニク好きだったっけうちらいやでも健康になるじゃない体も温まるしねそうそうそうニンニクはね冬はいいと思うよいいね、うん、ありがとうございます味噌煮込み手羽先も好きさんのもうややこしくしないでありがとうございます次行けますか行けますあ次に回そうかな読みたいじゃあいつだけ行きましょうかいい、うん、初めましてだよ、うん、初の金具スクライブ楽しかったですおライブの後は必ず感想を書くようにしていますが間違って他へ送ってしまいましたどこに送った大変失礼しました今日のテーマデイですね、はい、なぜかさとしさんのイブなんですねは
誕生日イブってこと？ああ、おめでとうございます。ケーキ送ります。気持ちで食べてくださいって絵がついてる。ああ、気持ちいただきました。もう美味しい。太らないケーキ出すから。 How many all ですか？もう意味がわからない。あの日本語おかしくなってこれ誰？いや、もう英語だよ。 How many は。How many old? How many old? 何歳かっつって。あ、何歳かってこと？もうね、35ですよ。わお、わおだね。自分今ね、ショックだったのが、ちょっとよ、ちょっとショックだったのが、あの、たまちゃんにね、スタッフの FM 機能案スタッフのたまちゃんに、あ、誕生日だったんですね、何歳なんですかって言われて、35なんですよ、っつったら、アラサーですねって言われてからさ。35ってアラサーなの？アラサーってか、もうアラフォーじゃないば。ああ、アラフォーですねって言われて。、うん、36からなイメージがあったのよ。ああ、35からもアラフォーなんだ。なんでもいいんじゃない？なんでも、もうみんな近づこうとするからね。うん、年って言いたいわけよ。もうアラウンドってことはやめよ。まとめられるからね。でも自分たちがもしくは39とかになったら、アラフォーって言いたくなる。あ39ぐらいはいいんだな。もう9ぐらいはいいんじゃない？4、嫌だな。なんか嫌だな。じゃあ9になったらもうあと1年だからね、うん、もういいけど、うん、いや、あと5年あるよ。まあそんな話です。でもひがちゃんを自分初めて見た時は20ぐらいでしたよね。20代でしたもん。20代ですよね、メタルバンドの時ね。 19かな。うん、20ぐらいだかな。20歳でしょ。うん、15年見てるの、この顔。いやー、ほんとだね。おじになったな。15年経ってもあなたなかなか身長は伸びないんだね。伸びないでしょうね。態度だけは変わらないけどね。さらにパワー増してる感じはしますよ。態度ね、うん、はい、誰かわからないんですけど、やらさんが来てますけど、 CM 見ました。 CM オーディションよく映りましたね。背が小さいから子供だと思ったかな。また金具すく行きます。安静やって来てるけど、何の話も。何 CM？ なんだろう、こ、第一交通かな。あ、どうなんだろう、ね、どの CM だろう、ね、まあね、いろいろやってますのでね。やらさん、ラジオネーム変えて。あと文章おかしい。でも、あの、初メールありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんからも初メール楽しみにしてますよ。はい、うん、ありがとう。やらさんのでは、ちょっと CM 挟んでから。はい、まだまだたくさんのメールありますけど、次のコーナーで読みましょうか。はい、メールボックス3番以上です。それでは一旦 CM です。リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ。今日はいい日、明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀さとしと、てるきなたけみがパソコンやスマホなら、なんと全国で、いえ、全世界で聴ける FM ギノワンから生放送でお届けしています。はい、ひがちゃん、ツイキャスに新しい方来てますよ。昨日も金具すく来てくれてたシグナスさん。お、シグナスさん、つぶらな瞳だよね、彼は。本当ですね、つぶらな瞳にいつもカラフルな T シャツを着てるんですよ、うん。なんかね、金具すく最近よく来てくれててね、ありがたいですね。ねえ、でも最終ステージまで痛かったんですが、早朝出勤のため帰宅しました、すいませんって来てますけど。いやいやいや、もうありがとうございます。十分だよ、もう何回も来てくれてるよ、うちなんちゅうだからにね。うん、本当ですよ。でも朝早い仕事してるのは何者だろうね。うん、ありがとうございます。はい、そんな感じでツイキャスも絡んでいきたいと思います。アップルポンさん来てるよ。お、アップルポンさん、お疲れぽん。皆さん、おめこめありがとうございます。私は変態じゃないぞ。真面目な水亀座ファミリーの皆さん、また一年真面目に頑張りましょうっていうことでね、不良少女がそういう風に言ってますよ。不良少女じゃない。元不良少女。元不良、元スケバン。うん、そりゃそうだね。分からんけど。元ビーバップだね。はい。はい。じゃあもうコーナー行きましょうか。はい、お願いします。それではこちらのコーナー。
町の方言ちむきゅん。ちむきゅん。ちむきゅん。沖縄の言葉でちむとは心、心がキュンとするちむキュンなあなたの町の方言を募集しております。例文とともに送ってください。またさ、本物の発音を聞いてみたいので、お電話可能な方は電話対応可能と書いてくださいね。それではひがちゃんいきます。あなたの町のちむキュン。ちむキュンって言いたかった。あなたの町の方言ね、ちむキュン。はいはいはい、はい、行きましょうかコーナー、うん、あのひがちゃん3通来てるんですけど、お、本当ですか。1通目行きましょうか。1通目、はい、ではこちら、お、会員番号188番、大阪のおっさんシローです。めちゃめちゃ同じ人よく読まれてありがとうございます。たけちゃん、ひがちゃん、ギノワンスタッフの皆さん、おっはー。大阪の方言になるかな、うん、いくよ。ええー、加減にやめとけや。ええー、加減にやめとけや、うん、これはね、かなり怒りを込めて言います。あ、へえ。ええー、加減にやめとけや、うん、ですね、二度と同じことをするなよという意味ですね。なるほどね。何回も失敗する人に言います。ちなみに、あの、今日ね、うん、スタジオに、うん、ギャラリーに遊びに来てくれてるんですよ。おうおうおう、大阪の三四郎さん。はいはいはい。もうスタジオに入ってもらって聞いちゃいましょうか。本物の、本物の発音で、怒った時の発音、うん、じゃあちょっと聞いてみよう。ぜひぜひ来てください、大阪のおっさん。シロさん、ぜひぜひスタジオの中に。はい、皆さん、ツイキャスの皆さんも見れるかな。ただのおっさんです。いや、ただのおっさん、大阪から来たただのおっさんです。おっさんではないよ。じゃあシロさん、赤いマイクに向かってお願いします。これツイキャス1回お願いします。シロさん、もう朝から本当に、先ほどもね、音楽のコーナーでも一緒にやってくれてありがとうございます。はい、うん、それでは、シローさんのですね、ええー、加減にやめとけや。はい、これちなみに、ちなみに、はい、たけちゃんの予想でまず、言ってみて。ええー、加減にやめとけや。はい、じゃあ何回も失敗、ね、失敗した人ね。怒り込めてね。怒り込めて。さあ、ええー、加減にやめとけや。ちょっと違いますね。違いました、違いました。大阪はどうしても最後の言葉が下に下がっていくんですよ。あ、大阪は下が下がるんだ。そう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 、なるほど。はいはい、それから、いい加減にやめとけや。あ、いい加減にやめとけやって下がっていくんだ。へー。やめとけやじゃなくて、あ、やめとけやじゃなくて、やめとけや。あ、大阪の言葉はほとんどだいたい下にこう下がって。へー。じゃあ自分に今、うん、怒ってみてください。この赤いマイクに向かって。赤いマイク。いい加減にやめとけよ。怖いね。なるほどなるほど。なるほど、いい加減にやめとけや。なるほどね。じゃあたけちゃんリピート。リピートどうぞ。いい加減にやめとけや。どうですか。どこや。何が違う。どこのイントネーション。はいはい、言って。いや、最後がこうクッと落ちてしまうんですよね。あ、落ちてるさ。ちょっと、じゃあもう一回シローさんお願いします。本物。いい加減にやめとけよ。いい加減にやめとけよ。何が違うば。じゃあ、たけさん行ってみよう。はい、せーの。いい加減にやめとけよ。あ、ほとんど一緒です。ほとんど来ました、来ました。近づいて、はい、ました。近づいてきました。あれか、シローさん、しょっちゅう、はい、部下にこんな人が怒ってるのか。怒ってませんよ。おとなしいの。おとなしいんですか。ちなみにシローさん、沖縄何回目ですか、来るの。今回で10回目ですね。10回目、はい、でも私たち、もっと、シローさんともっと会ってる気がするよね。県外でも会ってるからね。そうですね、うん、県外で会ってます ね、 ね、もう10回もさ、沖縄来たら、はい、どこも行くとこないんじゃない。ほとんど、ほとんど、金城と、宜野湾だけしか行ってないです。もっといろいろあるよ、面白いところ。もっといっぱいあります。もっともっといっぱいあります。あれとかは、ノーマンジュとか食べたことある？あ、食べたことないです。マジで、はい、今度行ってください。シュリニさん、あんこがいっぱい入った、はいはい、ノーって書かれた、ひらがなのノーって書かれたまんじゅうがあるわけ。あ、そうなの、うん。あれもさ、有名だよ。あ、シュリニは行ったんです。シュリニ行った時は、はい、
のまんじゅう買って帰らんと。そうなん、うん、あの月桃の葉っぱで包まれて、 あれもいいよ。うん、あの今度行きます。宜野湾と、はい、国際通りだけじゃなくて他のところも行ってね。はい、行きます。あのね、北部にもね、いっぱいいろんなね、あスポットもあるから、ね、北部でね、あそこ行きました。前田食堂。前田食堂。はい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 、はい、どうでしたか。美味しかったですね。前田食堂ってあのもう国神のところですか。そうなんです、ね、ですよね、はいはい、もうすごい奥の方、ほとんど観光客がほとんど来ないですね。ですよね、地元の方ばっかしですね。あんなところまで行かれたんですか。そうです。うあのこっち側に支店があって、うん、で支店の方がそこが美味しいって言って。あ、そうなんですね。あ、無責任に美味しいって言われて。そして探したらすっごい遠いっていう。すごい遠かった。皆さん見ましたか。ツイキャスで見えます。この方が大阪のおっさん、シローさんって言うんですよ。ね、どうですか。おじさんでしょ。最高の面白いおじさんですよ。まるで骸骨みたいにヨーガリーで。ヨーガリーヨーガリーってわかります。ガリガリっていう。そうそう、痩せてて大阪のおっさん、シローさんが踊ったらもう骨骨ロックみたいな面白い踊りになりますよね。いやいや、もうその話自体が時代を感じるわ。あ、そうだね。昭和だからね。昭和だからね。あ、そうだね、はい、あなたたちは昭和だもん。もうええ加減にしてや。合ってる。一緒ですね。違う。もう、あ、そうだね。ええ加減に。ええ加減にせよ。ええ加減にせよ。じゃあもうええ加減にせよを、うん、もう最後に二人で言って、うんうん、一回これ締めましょうか。じゃあ大阪のおっさん、シローさんからの方言チムキュンはこちら。せーの、ええ加減にせよ。よっしゃ、決まりました。ありがとうございました。ありがとうございます。後からね。ありがとうございます。本物の発音聞けたね。こ語尾が下がるんだね。下がるんだ、そっか。前も大阪のしんちゃんが大きにって言ってたよね。大阪は下がるんだ。大きにね、うん、京都は何だったっけ。大きに。あー、そっか、柔らかい。じゃなかった。なんかセクシーなんだよね。色っぽいんだよね、多分よ、うん、大きにだよね、京都はね。ただ声高くしてるだけだけど、あなた。面白い。他にも来てますよ、ひがちゃん。こっちにも来てるんですよ。うん、だ。じゃあこっちから行っちゃおうかな。ん、あ、そっちから行くか。いい？いいよ、はい、お、来ましたよ、北海道から。あ、リューティーネーム、札幌アーモンドです。お、札幌アーモンドさん。現在、リューティーファミリーの会員証が届くのを首を長くして待ってるところです。あ、そっか。そうだよね、そろそろだね。そろそろだね。皆さんの元にリューティーファミリーの特別なプレミアム会員だけの方が手にすることのできる会員証が届くらしいよ。そう、楽しみにしてください。さて、あなたの街の方言ということで、今回は北海道の方言を一つ紹介します。はい。しったけーね。しったけー。しったけーね。しったけーね。これはどういうことと思います。意味？知ったけね。合ってる？バイバイ。うん。バイバイ。うん。バイバイ。正解。ピンポーン。何そのうんうんうんは何だったの？バイバイ、またねが入ってる。あ、またねっていうのもポイントかもね。あ、またねってことなの。知ったけ、したっけね。でもあなたが今ジェスチャーでさ、手を振ってくれたからバイバイって言ったけど、知ったっけねだけじゃ全く分かんないな。分かんないね。北海道は共通語に近いなんて思っていたけど、東京とかで電車に乗った時など会話の微妙なアクセントを耳にして、ああ、あの二人はどさんこだなって結構分かったりしますよ、かっこ笑い。北海道のことどさんこっていうの。そうだよ、どさんこっていう。いろいろな町の方言をたくさん知りたいな、とってもいいコーナーですね。それでは、知ったけーねー、まったやーということで来てます。これ発音合ってんのかな、うちら。知ったけーねー。だからよ、ちょっと札幌アーモンドさ、今度電話でちゃんとした発音聞きたいな。ねえ、聞いてみたいね。知ったけーねー。ねえ、わからんやっさ。ありがとう、北海道アーモンドさん。ありがとうございます。札幌アーモンドさんだ。札幌アーモンドさんね。ひがちゃん、あのさっきのね、大阪のおっさん、シローさん出てきたじゃないですか、うんうんうん、もうツイキャスで嫉妬してる大阪のウッチーさんが、私なんか出番なしやわって嫉妬してるよ。はぁ、ウッチーさんもこのコーナーに来て電話つないで。あ、電話したいね、ウッチーさんともね。ウッチーさんの本当の声聞かせて。うん、大阪のあの大阪弁、うん、大阪弁ね。こちらもいいですか。うん、リューティーネーム、キャプテンさん。キャプテンさん、ありがとう。
方言の宝庫、うん、こちらも北海道ですよ。北海道よりいくつか紹介します。お、ビールが美味しくてなんぼでも飲まさるわ、伸ばさるわ、飲まさるわ、飲まさるわ、ビールが美味しくてなんぼでも飲まさるわ。解説すると、うん、ビールが美味しくて何杯でも飲んでしまう。飲まさるわっていうの、これはなんかわかるね。飲まさるの他にかわさる、かわさる、かわさった、お酒をかわすの、かわす、これはね、買う気はなかったのにタイムセール始まったからついつい買ってしまった。あ、買わさる、買わさった、買わされたみたいな、そういうことね、ニュアンスなのかな、あ、買わされた、飲まされた、そんな感じなんだ。 何々されるって言うんだね、あっちは。うん、だろうね。じゃあ一個たけちゃんにクイズ出そうね。なんでしょう。お刺さる、お刺さった、うん、これなんだ。蜂に刺された、あ、刺される、刺されるってこと、刺される、蜂に刺される、うん、その前の O は無視する。あは、お刺さった、お刺さ、お刺さる、お刺さ、お刺さ、お刺さる、お刺さった。それはもう蜂に刺されるんだったら蜂に刺されたことをなんかあのすごいすごく丁寧に言ってるよね。お刺さるみたいな。お刺さる。私蜂にお刺さりました。まあ、そのおはいらないわ。え、なんだろう、わかんない。わかんない。答え言いますか。うん、例えば、うん、LINE しているときに、うん、間違ったスタンプを送信してしまったときに、うん、あ、違うスタンプお刺さった。あ、押してしまったってこと？らしいね。へー、お刺さった。北海道弁のゆるい感じが出てるんでないかい？おぉ、びっくり。ゆるい感じが出てるんでないかい？なまらゆるい。合ってるのかな。この出てるんでないかいも合ってるのか、ちょっとね、今度イントネーションわかんない ね、今度電話したいね、ね、キャプテンさん。ありがとう、キャプテンさん、ありがとうございます。ちむきゃん、はい、いい ね、皆さんの町の方言絶対面白いと思うんで、うん、イントネーション付きで聞きたいな。ぜひ電話つないでいいよ、この時間電話つないでいいよっていう方は電話、うん、番号も書いていただけたら、うん、生電話してからね。ねえ、はい、ひこちゃん、さっきの何だったか、知ったけだった、バイバイのこと、なんだっけ、バイバイ、知ったけ、うんうん、バイバイまたねっていうのをツイキャスでチャライかっちゃんが知ってるかと思ったって。あ、そうだよね、そうだね、なんかそんな感じはするよね、知った、うん、知ったけってね、ね、知ったけって不思議だね。面白い、皆さんの街もっと届いてるんですけど時間がちょっとオーバーしてきたのでね、うん、じゃあ一曲流しましょうか。そうしましょう。先ほどリクエストをいただいてたんですけど、うん、探せなかったので、あきじゃびよい、うん、じゃあね、何にしようか、リューティーの曲からでいいですか。また自分たちの曲。皆さんちゃんとリクエスト曲いただいてるのにかけられないっていう。違うね、探すのがねちょっと時間かかっちゃうから。そうか、じゃあ皆さん分かった、リクエストしたいときには懸命にリクエストって書いて、もうリクエストだけを送ってください。あ、リクエストだけをね、始まる前だとすごい嬉しい。どんなわがままよ、うちは。リクエストだけね、リクエストだけはね。はい、はい、じゃあこれいこうかな。はい、夢花火。はい、それではリューティーの曲で夢花火。夜空に咲いた花火たち、みんなが空を見つめてた。僕だけ君を見つめてた。瞳に咲いた夢花火、風は僕の頬をかすめ、長い君の髪を揺らし、笑う人混みの中に逃げていい。
集まる視線にたくさんのワクワクが待ちきれずに導火線に火を灯し飛び出した夜空に咲いた花火たちみんなが空を見つめてた僕だけ君を見つめてた瞳に咲いた夢花火リューティーの曲で夢花火お届けしています。まだまだリューティーの番組あと少しだけど続くよ。職人愛媛から村上工業クセになる味卵大焼き沖縄こなもん沖縄こなもん笑顔がこぼれるぜオーライ宜野湾消防署益城出張所向かい沖縄こなもん虜りこにするぜ沖縄こなもんで検索明日はもっといい日その2リューティーの日傘都市とてるきなたけみが日本一綺麗な景色のスタジオ FM ギノワンより12時まで生放送でお届けしています。はい、もう時間も迫ってるので早速コーナー行っちゃってもいいですか。はい、お願いします。それではこちらのコーナーリューティーのメールボックス4番それではリューティーのメールボックス4番の覗いていきましょうかな。今日のテーマは〇〇デー〇〇デーメールボックス4番の一発目あなただ。誰だ。リューティーネームチーム犬年頑張りましょうってことで愛媛からムーです。ムーさん犬年なんだ。あ、一緒な。さて今回のテーマ〇〇デーですがありますあります。毎週金曜日はリューティーラジオデーです。嬉しい。もうこんなところでも宣伝してくれるわけ。ハッサ気遣いいいよ。夜は夜で DJ マシャワールドってな感じです。マシャさんね。金曜日は普通に仕事なんですが 10時が待ち遠しい。メール読まれるかななど朝から考えています。現場工事の時は少ししか聞けないけど工場におって暇な時はツイキャスを見ながら仕事少し忙しい時はイヤホンをして仕事ってことは今日イヤホンしてるからちょっと忙しいそうだねわかるねイヤホンする仕事のはかどり方は半端ないすごく進んでますよ。脳がリラックスできストレスがなく最高の状態で仕事ができるんだと思います。本当本当かな。絶対仕事してないよね。うちらのこれ騒がしくない大丈夫ですか。それでは皆様まだまだ寒いですので体調管理に気をつけて遊びに仕事にそして遊びに励みましょう。いいね、いいですね。それではまたまったやーっていうことで。あームーさんから来てますよ。遊びにね、うん、励もうね、うん、やっぱムラムラしてますね。ムラムラムラ仕事してる？ムラムラだけしてない？いやしてるわ。あそうちょっと忙しいって言ってるしいいね。金曜日10時からはリューティーのラジオデーで待ち遠しいっていう方もいらっしゃるんだ。いやもうありがたい、ありがたいよね本当に。その声聞けるだけで自分毎朝頑張れる、うん、だったらもうちょっと早く来ようね。ねだって自分たちの仕事ってさ夜の仕事さ。あ、まあそうですね、昨日もカナグスク12時ぐらいでしょ、うん、家に帰ってお風呂入っていろいろやったらもう2時さ、うん、朝8時とかに起きるでしょ、うん、眠いわけもう
今日だって世田谷のコーラゼロさんも四郎さんも、うん、ね小さいけれどおじいさんも、うん、昨日たけちゃんより後に金具スクを出たのにたけ、うん、ちゃんより早く FM 宜野湾に入りましたよ。本当あの人たち遊んでるからじゃない私は仕事だからパワーの使い方が違うからいや遊びに仕事に遊びによ。そっか、うん、眠いねギャラリーの眠いちょっと眠いっていうかもう寝てるでしょ完全にこのラジオ聞きながら聞いてないよね寝てるよね寝てるかムーさんありがとう今も仕事頑張ってるチバリーよそれでこちらタケちゃんヒガちゃんそしてリューティーファミリーの皆さんおはようございます。おはよう。兵庫のシーサーです。うりひゃ。今回のテーマ〇〇デー、うん、ということですが私の〇〇デーは、うん、マンデー。あ、何そういうことマンデー、チューズデー、ウェンズデーのマンデーです。どういうことたけちゃん、なぜマンデーかと思ってるでしょ、うん、思ってる。普通の人は土曜日、日曜日が休みで、うん、月曜日から新たに1週間が始まるのですが、イエス、私の会社は火曜日が休みなので月曜日が週末のような感じになってます。なるほど。だから会社の飲み会は決まって月曜日になったり、月曜日になるとやっと今週も終わったかと思います。へえ、じゃあハッピーマンデーだね。会社の中では月曜日をハッピーマンデーすごいね、自分戦利眼みたい。おお、まさにだね。あなたこのメール先に読んだ？読んでない、悪いけど自分全部初見でしか見てないから、うん、じゃあ合ってるよ、まあ、すごい。ハッピーマンデー、そうだよね、会社によって休みが違うもんね、うん、なるほどね。月曜日がじゃあウキウキするんだね、一番ね。あ、じゃあ今日火曜日だから今日お休みってことだね。今日は金曜日ですよ、ひがちゃん今日金曜日だ。あんたさっきムーさんが一生懸命CM してくれたでしょ、毎週金曜日楽しみにしてますって。もう35だからこういうのは気にならなくなる曜日とか、うん、昨日までは気にしてたんだけど今日から気にならなくなる。だから疲れてるわけ昨日ね夜やってるか ら、 だから自分もいつもさ週末はよ、私丸々であるわけ、うんうん、週末は自分をメンテナンスデーだわけ。あ、メンテナンスデーね、うん、あ、いいね。私をメンテナンスするから、うん、例えば美容、うん、エステとかやってみたりとか、うん、あと筋トレとかやってみたりとか、とりあえず自分に時間をかけるデーが週末なんですよ。なるほどね。昨日や疲れてからそんなかけてる時間ないよや、速攻で寝たいつも マッサージとかして寝てるけどもういいよって、明日はパンパンでいいよって思ってから寝たよや。あ、いいんじゃないですか。でも金曜日のラジオの時間あなたいつもパンパンですよ。まあねうるさいわ。ありがとうございます、兵庫のシーサーさんの。あと3分しかないな。マジでちょっと一個いい、うん、いいですよ。あ、ツイキャスにさ、シグナスさんメール送ったんですけど無事届いてますでしょうかって。本当ですか。多分届いてない。あ、届いてない。多分どっかに行ってるはず。ごめんね、シグナスさん。そっか、来週金曜日ちょっと早めに送ってくださいひどいね。いやでもね、メールありがとうございます、うん、でもツイキャスでもそれが分かったからよかった。もう一個呼び台いい？ダメ？急ぎで急ぎで。うちなーハーフの嫁さん。さて、私たち家族には〇〇デーはズバリ、うん、沖縄ご飯デーです。あ、そういうのがあるんだ。たまに無性に食べたくなってゴーヤーチャンプルーとかジューシーとか、この間とかはさ、ソーキ汁作っていました。これは DNA がもう欲してるんですね。あー、沖縄行きたい。すごい。ではまたやー、ということでプレゼント無事に届きましたか。届きましたよ。寒い県外で使ってくださいね、風通さないからね、ということでうちのハーフの嫁から来てますよ。そう、それいただいてさ、うん、FM 昨日に届いて、ね、ありがとうございます。うちのハーフさん、沖縄のご飯デーがある。そういうのはすごいよね。あるんじゃない、ひがちゃん。そういえば昔土曜日は沖縄そばのデーってとか言ってなかった？土曜日、うん、あー、なんかね、昔そういう、自分が小さい頃よ、うん、小学校の頃は土曜日は必ず沖縄そばでした。お家絶対皆さんもそうあるんじゃない、もう週末はカレーデーとか。
でもね、土曜日のそのそばはね、後々知ったんですけど、うん、あれ手抜いてたらしい。そばつゆ買ってきてそば茹でるだけでできるから。そうよね。ね、いつもは給食があるのに給食なしで帰ってくる子供たちはね、面倒なんだろうね。お母さんね、たまには家事休みたいから。そうだね。そういうのもいいですね。皆さんの丸々で楽しかった。はい。外にギャラリー一人増えましたが、どなたでしょうね。あ、本当ですか。初めまして。嬉しい。誰だろう、後で絡みたいな。はい、うん、それでは皆さん、もうたくさんのメールありがとうございました。あの、あと1分あるので、リューティーからのちょっと告知一瞬いけるかな。お知らせです皆様、はい、リューティーなんとファンクラブがあります。はい、そのファンクラブで、うん、会員証がついに届くことになってまして。なってます。その会員証をゲットするにはリューティーのファンクラブに入って、はい、今月課金される1000円うん、を入金した時にファンクラブになれるので、はい、そういう方々には会員証が特別にプレミアム会員で届きます。あと5日で締め切りですね。そうですね、1月31日まで募集してますので、もしよかったらプレミアム会員になっちゃってください、はい、別に普通の会員でもいいよっていう方は2月1日から入ってください。ああ、そうですね、それは本当にそうです、ね、うんうん、ではでは今日も楽しかった、ね、それでは皆様でいきましょうか。一緒にやりますか。ラジオの前の皆さんも、そしてギャラリーの皆さんも一緒にお願いします。はい、窓開けてもいいよ。皆さんの声をちょっとだけ聞かせてください。それでは大きい声でお願いします。せーの、今日はいい日、明日はもっといい日。お相手はテリキナタケミと深里氏とギャラリーの皆さんです。バイバーイ。入らっ